富士グラン山口は山口県山口市黒川にあるコミュニティ型ショッピングセンターである。沢原の川の左岸、山口地区のほぼ西端にあたる黒川地区に建設されたコミュニティ型ショッピングセンターで富士の展開する富士グランの店舗の一つ。2000年にオープン。道路を挟んで反対側の敷地内にはディスカウントストアのミスターマックスが展開する。 パワーセンター型ショッピングセンター、ハイパーモールメルクス山口が同時期に同等規模で進出しており、二つの別の大型商業施設が隣り合うという店舗形態となっている。山口県道61号山口を合理、愛用線沿いに位置している。山口地区西部からのアクセスは、国道9号、山口県道204号、宮野大都市線から、 山口県道61号山口小郡や予選にへ、抜ける道路が十分に整備されていないことから、アクセス性がやや悪い。大都市地区からのアクセスは、沢原の川右岸を走る山口県道501号、山口秋吉台公園自転車道線との交点から、沢原の川佐賀にわたる高田橋の改良により改善した。当店舗は、 山口地区と小郡地区の谷間の市街化が進んでいない地域に位置しており、近年は新山口駅南側のロックタウン小郡、青井地区のプリムール青井の開店や大内地区の夢タウン山口の増殖リニューアルなど、市街地に位置する店舗との競争が激化している。生活間の営業時間の短縮や隣接する。 ハイパーモールメルクス山口の空き店舗が増えるなど、食品以外は不利な状況に立たされている。富士自身も小郡市街地に食品スーパー、富士小郡店を出店している状況である。ありがとうございます。